はい、皆様こんにちは。本日は06ブルーズのお二人の選手に来ていただきました。永山選手と南選手です。お二人ともまずは自己紹介の方からお願いいたします。今年から06ブルーズで、プレーすることになりました永山海です。よろしくお願いします。今年入団した南和真です。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。本日のテーマといたしましては、高校野球ということなんですが、高校野球の思い出というテーマなんですけれども、お二人にとって高校野球って、まあ、野球の思い出だと思うんですけれど、はい、当然お二人とも坊主だったわけですよね。それで永山選手は、はい、熊本県の中学高校だったんですよね。はいはい、今年甲子園出ますね。はい、はい、ありがとうございます。そうしましたら、その当時、はい、選択とかはご自分でされてたんですか？そうですね、寮生活だったので、そうですね、選択とかは全部自分出しますね。すね、南選手はご自宅が自宅がです、はい。じゃあ選択とかお母様が、はい、やってもらってます。朝練のお弁当から、はい、もう何かありまで、じゃあお母さんにはもうずっと感謝でございます。はい、そうですね、はい。そうしましたら、お二人とも、野球以外に熱中してたこととかって、まあ、あんまり飾らないかもしれないんですが、はい、ありますか？自分はやっぱり高校の近くが海だったり川があったので釣りに行ったりはよくしてました。はい。じゃあ南選手もですか？自分はですね、友達とよくドライブ行くことが楽しかったんで、はい、そういうことをしてました。ドライブ、はい、高校生で。はい。ありがとうございます。はい。そうしましたら、もしもあの頃の自分に今何か言ってあげることができるとしたら、どんなことを言いますか？はい、まあ、すごい修学館はいい高校なので、まあ、頑張れ。辛いこともありますけど、はい、頑張れっていうことですね。はい。はい、じゃあ、南選手はどうですか？ですね。何か。なんか、ね、あの試合、あの時、ああやったらよかったんちゃうとか、いろいろないですか？そうですね。まあ、とりあえず、高校野球が財産ではないんで、そこが原点だと思うので、そこをしっかりやってほしいなと思って。はい、ありがとうございます。そうしましたら、まだ試合は、今シーズン続きますが、お二人とも、今シーズンの、抱負などをお聞かせいただけますか？ファンの方々に喜んでもらえるような試合をやっていくので、応援の方お願いします。これからブルーズ野球らしい野球を進めていくので、それを見に来てくださることを期待しているので、また来てください。よろしくお願いします。ありがとうございました。本日は、お二人に高校野球の思い出について語っていただきました。